今日はこの東北大学リエティ共催シンポジウムにお忙しい中ご参加いただきまして、大変にありがとうございました。また私以外の登壇された先生方にも改めて御礼申し上げたいと思います。冒頭、大野総長から東北大学とリエティが2018年に研究交流の協定を締結したというお話がございました。その一環でほぼ毎年のようにですね、この共催でシンポジウムを行ってきていまして、今回、その生成 AI をめぐる状況とか課題について、工学系の方、それから人文社会科学系の研究者を交えて、幅広い議論を行うことができたではないかというふうに思います。もしかすると、ちょっとそれぞれ専門が違うのでですね、いろんな話があったという印象を持たれた方もおられるかもしれませんけれども、短時間のシンポジウムでしたので、参加された方々にとって、一つでも二つでも何か気づきになるようなことがあれば嬉しく思います。東北大学はですね、ご案内の通り国際卓越研究大学の唯一の今のところ候補になっているわけで、今後これまで以上に研究力が高くなっていくというふうに予想しています。で、私どもリエティはですね、この4月から新しい5カ年の中期計画期間に入ります。私どもとしてはエビデンスに基づく政策に貢献できるように努めていきたいというふうに思っていますし、今後も東北大学との研究協力っていうのを進めていきますので、これからも関心を持ってご覧いただければありがたいなというふうに思います。本日は大変にありがとうございました。これをもって閉会とさせていただきます。